こんにちは。はい。伊達中流落書き部。本日も質問を読むところから始めさせていただきます。はい。お願いします。はい。海の魚さんに質問いただきました。はい。いつも楽しく拝見しています。ありがとうございます。私はアイドルのダンス動画を見て絵を描いています。いいじゃん。やるよ。躍動感を出したいのですが、うん、一瞬を切り取って描こうとするとどうしても固まった絵になってしまいます。はい、例えば、ジャンプした瞬間を描いても飛んでいるように見えなかったり、はい、躍動感を出すコツを教えてください。はい。ね、はいとかって言っちゃいましたけど、うん、そうですね。まあ、立中先生の絵に私たちが期待するところはそこですよ。うん。動き。ジャンプを、そうですね、ジャンプ、瞬間の、狙いどころですかね。ジャンプ。例えば、ジャンプするとき、もう、踏み切り前、踏み切り、空中。ほいで、着地。みたいな。はい。ところがあると思うんですけど、できるだけ、前の動きと、次の動作に、が、すれ違うようなポイントを狙うかな、って感じです。なので、踏み切るところだと、こう、ボンって上にエネルギーがかかってるという要素が一つ。と、前の動作が、こう、踏み切るんで、一回上からゴンってこう、一回沈み込みの、沈みの下にこう、沈み込むっていう要素。これ二つ目。だから、踏み切るの上と、沈み込むの下の二つの要素が、あると、多分、前後の時間も、ちょっとだけ表現することができると思うので、そういった瞬間を狙う。あとは、空中だと、飛んできましたと、はい。ジャンプしましたっていう上と、これから落ちますっていう下の要素が、こう、二つ、あると、ちょっと、躍動感というか、につながりやしないかな、と思います。そっかそっか。先ほどのご質問の、文字を素直に受け取ると、ジャンプした瞬間を描いている。おそらく、あれでしょうね。動画止めてるんですよね。で、そこでこう、ジャンプしたよっていう、この感じで、そこをそのまんま自分としては写しとったつもりなんだけど、絵を見ると、ちょっと満足いかないなっていうところが、そこにちょっと、上のエネルギー、下のエネルギーを足してあげることで、その、パチッと切り取ったところの、より、ちょっと時間枠がこう、ね、ちょっと広がるかな。広がった絵になると、立中流の躍動感が、のスパイスはそこだっていう話ですよね。そこが、こう、分けて、これは上、これは下、みたいな感じで、分けて表現できてると、いいのかな。って気はします。教えてほしいです。じゃあお前描けよと、いう感じですよね。どうぞ。どうぞ。はい、ありがとうございます。そうなんですよ。描かなきゃいけないですね。これ言った以上はね。はい。で、まあ、ジャンプする、踏み切りとか、踏み切りとかだと、そんなもう男性アイドルか女性アイドルか、わかんないんですけど、どっち行きますかね。そうですね、まあ。私はこのジャンプした瞬間っていうので、もう男性アイドルに決まっちゃったんですけど、ね、女性アイドルも飛びますかね。ね。まあ、どっちでもいいんですけど。はい。そうですね。こう、まあ、マイク持ってますと。で、こう、ちょっと。そうですね。もうオーディエンスに向かってこう、煽るみたいな。なんかね、まあ、ちょっと拳なんか握ったりなんかして、煽ったりなんかして。
で、まあ、ちょっとこう、踏み切る。ガチャーンって踏み切る。踏み切るの表現でガチャーンっていうのはどうかと思いますけど。まあまあまあ。ね。こう、ガーンってこう、体重が乗って、地面の反力が来て、うん、これから飛びますよ、みたいな時に、こう来て、こうジャンプするんですけど、今、こっち側の要素を書いたんですけど、ちょっとこの要素を足していくみたいな。うん、ジャケットとか、髪の毛とか、なんかちょっと遅らせてくるような、あったりとか。なんかそういうのがあったら、なんか、ちょっと変わってくるかな、みたいな、うん。ここもですね。ちょ、おへそみたい。見えたりなんかして。ふう、みたいな感じになりながら。ね。まあ、相変わらず、ちょろい絵にはなってるんですけど、この間言ったようにね、こっからキャラクターも乗せられます、私は。はい、大丈夫です。証拠は残っております。証拠は残ってもうよろしくお願いします、そこは。立中さん割と、キャラクターも真面目に描くよっていうところはちょっと周知していただきたいなと。まあね、これが、たとえ動画の場合には、もしかしたらこの上着はもうすでにお尻のところに来ちゃってるかもしれないけれども、はい、その時間を少し。そうですね、選ぶときも、ちょっと前後、コマ送りで揺らしてあげると、なんか、一つ出てこないかな、みたいな。アニメーションだとね、順繰りに追えばいいんですけど、一枚になると、こう、狙った瞬間と、前後3コマぐらいこう、行ったり来たりして、美味しいとここうって集めたら、割と面白くなるかもしれないですね。はい。で、まあまあ、上から、ここでボーンってこう、続きじゃない方がいいかな。別の、感じでこう、上ですよね。そうですね。なんか、なんか飛んでますみたいな。飛んでますみたいな感じで。今度は、胴体が下がってて、他がまだ上がってるみたいな。はいはい。入れ替わりですね。こうなった。こうジャンプの方向がこうあると、この辺みたいな。上行く要素もありつつの、下行く要素もあるよみたいな。感じのところを狙ってみるとか。まあ、最初わかりやすく言うと、まあそんな感じの。ちょっとオーバーに、ジャケットちょっと上にやってみたりとか。ここまで行ってないかもしれないですけど、割と、なんだろうな。さっき言ったように、前後ね。前後の瞬間をちょっと、持ってきたりなんか知っちゃって。そうすると、なんか、割と、ありがとう、みたいなね。アニョハセヨ、みたいなね。なんか、そんな感じで。で、そうっすね。なんか、下に着てるシャツも上がったりなんかして。そうね、ジャンプするって言ったら上だったり、落ちるだったら下へだったりとか、一、はい、個しか、考えないことの方が、教えてもらわないとね。そうですね、なんか、ね、こう、裾もちょっと上がったりなんかして。でも、体自体は下へ行ってるような、ちょっと、だですね。あとは、下の空間をちょっと広めに撮るとか。はい。ああ、もう、ほで、あとは、影つけちゃう。あ、もう勘弁。まあまあ、いろんな照明あるんだろうけども、なんか、ちょっとね、ちょっとそんな感じでやってみると、なんかね、こう、すれ違いの感じ。そっか。一方向だけだと、確かにね、そこでフリーズになっちゃう。しちゃうかもしれないんで、なんか、そういったところを、こう、なんか、考え、そういうところ狙う。
そういうとこを選ぶみたいな。あの、ですね。あとはまあ、宙に浮かなくても、なんかこう、地面についてても傾きとかは似たように、なんだろうな。こう、そうですね。まあ、あの、映像は、ね、映像からコマ送りして、コマ送りだしたよね。一瞬を切り取って、ダンス動画を見てって。まあ、動画を見てるので、前の動作がどうなのかみたいなのも、見れてると思うので、なんか、なんかね、そうですね。そうですね。まあ、あの、多分今、こう、ポーズが全体こう傾いてて、こっちに倒れるんですけど、足のキックがこっちとか、手前こっちで、なんか、ちょっとバランスが崩れるんだけど、徐々にこっちに行くんだろうな、みたいな。倒れる速度がちょっと、あの、違う、あの、ちょっと表現できてんのかなとか。で、もうちょっとスピード感出したければ、うん、それを、もうちょっと角度をこう。うん、倒れちゃうね。そうそうそう。倒れる側にこう、振ってみてもいいですよね。とか、なんか、前後の中から、前後のその映像から結構ね、ピックアップしていくと、割と、うん。割と多分、いい感じなものが見つかるんじゃないかなっては思います。あと、立中選手がいつも言ってるのは、自分の体を少し使ってみるって、ね。ああ、そうですね。例えば今、こう、書いてるヒップホップ風の、うん、ダンスだったらこう肩を上げるってどういうことなんだろう、片足に乗るってどういうことなんだろうっていうのをね、うん、体験してもらうと、あ、この時にこういうふうにバランスとって、じゃあ崩してあげようとかね、うまくいかなくてもいいんで、うん、はい、こういう胸張ってます。そんな感じで、なんかちょっとこう運動の方向を2種類見てみるみたいな、それをこう中に、絵の中に入れてあげると、多分、なんか、違って見えるんじゃないかなって思います。そんな、ですかね。なんか、ヘッドバンドっぽくなって、なんか急に 80s な感じになりましたけど。いやー、びっくりですね。時代がわかりますね。もっともっと傾きをね、この傾きをつけちゃったりとか、やっぱりあの今風のダンス、まあその言い方が古いですけど、でなんかやっぱりこうラジオ体操みたいになっちゃうのって、こう、うん、左右対称だったりとかね、はい、するんだけど、全部がこう違うところに違う角度でこう、うん、前後への動きの両方が含まれてたりとかすると、ダンスとしてもちょっと面白みのある振り付けなんじゃないかなと思うし、多分そういう振りがされてると思うので、そのうまいこと2つがこう共存してるようなところを拾ってあげる、まずはそこを、そうですね、そこをこう探してあげるみたいな、こっち来てこう行くんだったら、こっち来てこう行くんだったら、絶対その要因みたいなのが絶対残ってるんで、そこを拾うとなんかいい瞬間が見つけられるんじゃないかなと思います。まあ、あの、静止一枚絵だったら、その瞬間から2コマ、3コマぐらいのこの幅を持って、こう、ちょっと、その、エネルギーのかかってる、うん、一番美味しいところをこうね、ピックアップするのも手かなと思います。うん、あとは、うん、まあ、布とかの
もやっぱこっちに引っ張られてますよね、うん、多分この足はこうキックされているんで、その影響を受けている、うん、多分頭もこっちにこうターンしているので、この髪の毛もこっち側にこう、はい、出るみたいな。そんな、そうですね、衣装の、これは多分練習着なんですが、衣装のその、遅れですよね、うんうん。引っ張られ方とか、その影響の受け方も、ちょっと、見ておくと、いいかもしれないです。はい。うん。そうですね。うん。自分で、やってみるもいいですし、そういったね、ちょっとパーツの遅れみたいな、そうですね、はい、例で。すごい効くと思うので、うん、で、そういうのをこう、参考ではそうなってないかもしれないですけど、シルエットの外にピュッて出したとか、うん、うん、してあげると。で、ちょっとこう、重なりが、重なりが、ちょっとこんな重なったところを、ちょっとここ開けてあげるとか、空間開けてあげるとか、ここで、ね、開けてあげるとか、そしたらもうここに隙間が、奥行きが生まれるので、なんかそういったのをちょっとこう、多分ね、前後のこう、コマ送りでこうなってると思うんですよ。そしたらここ、空いてる瞬間をいただくとかね、ここね、空いてる。ネガティブシェイプってやつですね。ネガティブシェイプが空いてる瞬間をちょっとピックアップしてあげるとか、なんか、そんな、割と、アレンジも楽しいので、なんかこう、正確に切り取る。っていう、その瞬間を、ちょっと時間もちょっと、広めに取って、なんか、そういった、運動の方向みたいなのを、より表現できるところを、ちょっと、ピックアップするというか、なんか、狙うというか、なんかそういったことをしたら、ちょっと変わってくるんじゃないかなと。思います。はい。はい。その、ダンス動画。動画もいいんですけど、そういう動きを撮るのが上手いカメラマンさんっていうのもおられるので、うん、その人はどこの瞬間切ってるのかなっていうのもね、ちょっとその瞬間を選ぶ、もちろん立中先生のところにもう一回質問来てくださっても全然いいですけども、うんうん、まあなんかちょっとそういうのを見ると勉強になるかな、なんて思いました。はい。はい。それではまた、立中流、はい、来週も来てくれるかな、はい、いいと思う。びっくりした。びっくりした。ではまた来週。さよなら。はい。